はい、どうも JB です。本日もプロスケースやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金の無課金による無課金のためのプロスペースをコンセプトにした無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画なんですが、エキサイティングガチャが来た時にもらうことができたエキサイティングプレゼント、こちらで大量の契約書が手に入れることができました。でこちらのエキサイティングの S ランク契約書と、A ランクのエキサイティングプレイヤーの契約書っていうのは、別の動画で聞いてますので、まだ見てない方ぜひとも先にそちらを見てください。で本日の動画なんですが、このエキサイティングプレゼントで手に入れることができたゴールド契約書、S ラン確率 10% 契約書の方を引いていきたいなと思っております。で今現状プレゼントボックスには、ゴールド契約書が18枚、A ランク契約書が1枚、 A ランク自チーム契約書が1枚、S ランク確率 10% 契約書が5枚あるような形となっております。こちらをねがっつり引いていこうかなと思ってます。でエキサイティングプレゼントで手に入れた契約書についてちょっと注意点としましては、ほとんどのユーザーの方は分かってると思うんですが、最近始められた方、初心者の方とかには注意になるんですが、このエキサイティングプレゼントの契約書からは、エキサイティングの選手は出ないっていう形ですね。通常の選手しか出てこないので、そちらは、注意として挙げさせてください。まあ何枚引いてもこの契約書からエキサイティングの選手は出ないので、そこは注意してください。まあ今通常の選手で欲しいところで言いますと、まあオリックスは山本由伸、もうこれ一択、まずは由伸欲しいですね。ずっと言ってる、結構ここ最近の動画でずっと言ってる気がするんですけど。であとはソフトバンクの選手ががっつり欲しいですね。まあ今宮とか牧原とか、でコンちゃん手に入れたからモイネロ、ギータはちょっと一旦今はいいかな、なんかセレクションとかできそうなんで、ソフトバンクはこの3選手、キャノンなんかそのポロッと出そうな気がする。であと日ハムだと噂は、清宮幸太郎、この辺りかな。あ、イーファスピッチの伊藤博美忘れてました。超欲しい、イーファスマジ欲しい。であとはカープの床田、坂倉あたりかな。まあでも坂倉はエキサイティングの方が欲しいんで、ちょっと悩ましいところですね、今回出ちゃったら。まあそこら辺が欲しい選手ですので、まあ出てくれたら嬉しいかな。まずはまあ出なかったとしても S ランクは欲しいところですね。 S ランクが出ればミキサーができますので、まずはまあ通常 S ランク誰でもいいので、しっかり S ランクを引けるところが重要かなと思ってます。まあ、まずは S ランクが出ない A ランク契約書の方から引いていこうと思います。欲しいのは巨人高梨、巨人高梨です。はい、大セラ、大セラはいらんな。で、A ランク自チーム契約書もあるので、こちらは巨人かな、巨人を自チームにしてきたんで、これで高梨出てくれればでかい。あ、大将、大将どんだけ出んねん、めっちゃ出てるよ。はい、じゃあまずはゴールド契約書大量に引いていこうかな。ゴールド契約書まずは10枚がっつり引いていきたいと思います。さあ誰が出る、とカス引きかこれ、演出が何も来んぞ。おっとおっと、飛ばね、まあ別にオール B でも最近育成しまくってるんで素材が欲しいって言い聞かす。はい、カス引き。じゃあ次はもうこの動画ラストっすね。ラスト 10% 契約書5枚とゴールド契約書5枚がっつりでいきたいと思います。まあこの S ランク確率 10% 契約書なんですが、この場で今現状欲しい S ランク選手いなければ、まあサードであったりとか抑えの通常が追加されたタイミングで引くのもありなのかなとは思うんですが、私は欲しい S ランクがいっぱいいるので今引こうと思います。じゃあレッツゴー。満月、あれ、もう一個、あれ、まずい、
Sランクなしはきついでこれ。小園、辰巳、大山、あ、大山はいい。ちょっと幻突したいんで。伊勢、あ、やばい。高部、うわ、これはもう、え、出ないやつ。うわー、ひでー。これも全部 10% でしょ。ゴールド契約書なんもね。はい、これが契約書ですね。きちー。まあ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 、ここで契約書で出なかったということはエキサイティング出るでしょう。エキサイティング出てくれるはずでしょう。エキサイティングガチャ、明日の動画でいきたいと思います。それまでね、ちょっとエナジーは貯めてるんで、本当は明日の動画の時点で1500貯めておきたかったなって思ったんですが、ちょっとどうかな。まあ1500あったら自チーム確定であの選手が出てほしいかなと思ってるんですが、あ、もうこれこれ坂倉や、坂倉、坂倉が超欲しいですので、今回カス引きだったということですので、このエキサイティングガチャ、動画としてしっかり上げようと思ってますので、そちらのチェックお願いします。神引きフラグは立てておきました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回のエキサイティングガチャでお会いしましょう。バイバイ。